皆さんこんにちは。この部屋でたまにあの弾き語りの動画を今まで、配信してきたんですが、後ろに映ってる本棚が気になるというお声をたくさんいただいたので、今日は、軽くですが本棚ツアーをしてみたいと思います。じゃん。手塚治虫とかドラえもんとかこれとかレアですね。これはねもう名著ですね。ですね、全体的に案内しますと、こちらの面、こっちが、漫画メインの本棚です。まあ、上の方は文庫しか入らないので文庫中心に置いてあるんですが、下の方に行くにつれて子供が手の届くところに好きな本とか読んでほしい名作なんかも置いてあります。手塚治虫とかドラえもんとか最近流行の鬼滅の刃、通り部も子供たちなんか好きなようですね。それからこっちはその他の本なんですが、まあ、子供向けの絵本なんかはここら辺中心に置いてます。じゃあまずいきなりですが、ベスト1 じゃん、音読め語り。これはですね、今から100年ぐらい前かな、コーカサス、中央アジアコーカサス地域の、お話なんですけれども、見ていただけると分かると思うんですが、本当に書き込みがすごいんです。何度見てもすごい素敵だなと思っていて、もう大きなページで見たいなと思ってたら最近出たんですよ。さらに、音読め語りワイド版ということで、こんな感じで本に入って、いやもうこれだけで綺麗ですよね。本当に緻密なんですよ。こんな感じでちょっと裏はこんな感じになってます。あ、これもすごい素敵、中じゃないけどこんな素敵な装丁なんですね。このね、あ、迫力がすごい。もうあまりに絵の力がすごいので、全くセリフのないお話もあったりする。1話ずっとセリフがないとか。子供には大人になってから読んでほしいなと思ってます。私がね、去年読んだので特に好きだった本、これですね。はい、アルティスト、こちらはですね、パリのレストランが舞台になっている作品なんですが、嗅覚味覚が異常に優れている青年が主人公で、ただ彼は野心とか全くなくて、ものすごく気が弱いんですね。人付き合いも苦手なんですが、とにかく優しくまっすぐなので、いろんな優しい人が周りに集まってくるんだよねっていう、そういう本です。今7巻まで出てます。これはねすごいもうほっこりする本ですね。今アン親子が一番ハマっている作品、なんで1巻がないのかな。はい、家中に散らばっているからですね。2巻ご紹介しましょう。こちらです。不滅のあなたへ。こちらはですね、ちょっとファンタジーの話なんですけれども、不老不死の、力を持った不死という、まあ、青年なのか何なのか生き物が主人公なんですけれども、さまざまな特殊能力があって、そしていろんな世代を超えていろんな人と関わり合ってみたいな、とにかく説明しづらいんで読んでください。ジャンル的に私が結構好きなのが、漫画が好きなんですけど、漫画がどうやって作られているかみたいな、まあ、これは一番有名な、漫画道、これはもうトキワ荘の若い漫画家たちがどのように青春をかけたかというものが描かれてるんですが、そんな同じ時代かな、千葉哲也さんのアシスタントだった方が、ここですね、漫画はこうして作られてきたとかですね。あとはですね、こちら片や少女漫画バラは修羅場で生まれるというものなんですが、少女漫画の、アシスタントさんだった方が書かれたという本なんですけれども、こうやって漫画は生まれているんだっていう裏話は私はすごく好きなので、いくつか他にもあるんですけれども、もしおすすめあったら教えてください。これ、からくりサーカスです
もうこれはねもう名著ですね。まあ、サーカスを題材に操り人形をめぐる陰謀とか、そこに、ある少年が巻き込まれていくというストーリーになっています。これは絶対に子々孫々と伝えていきたい、お話です。これも名作だな。ケミヤケイコさんのドンテラエ、これはスペース SF ですね。宇宙の孤児エスパーたちの話なんですけれども、なんかこの中のちょっと近未来で宇宙に住んでる人たちの暮らしとかも結構好きなので、子供の頃から持ってる本です。宇宙で行くとね、これも名作ですね。プラネテス、もう少しこちらよりは、現代っぽい感じなんですけれども、というかもうちょっと今に近い未来っていうのかな、月に生まれた子供たちみたいなのがいるので、今よりは随分進んだ世界の話です。のだめカンタービレで、とっても有名な作者の方、実はこんな作品も書いています。じゃじゃん、グリーン、農家の嫁になりたい。これたった4巻なんですけれども、ものすごく笑える可愛い作品です。和子ちゃんっていう、農家 の, あの男の人に一目惚れしたちょっとドジな女の子が、ちょっとつ盲信に体当たりしてい、くというドタバタコメディです。こちらジャングル大帝月刊ですね。なんで上巻がないのか、分かんないんですが、しかし、ジャングル大帝1、2、3、これはですね、人種だったりとか動物同士を通して描かれてる、あの民族間とかの社会のなんかつながりみたいなものが、まあ、争いとかがね描かれているので、結構深い作品となっています。これとかレアですね。おじいちゃんからもらったんですけど、ノラクロ上等兵、これねおしゃれなんですよ。すごい可愛い。ほらこんな感じ。さらにね、ほらこの可愛いですよね。なんかもうこのまま飾りたいぐらい可愛い本なんですよね。皆さんこれはもう名作中の名作、ベルサイユのバラ。私は小さい頃、ベルサイユのバラだと思ってました。ベルサイユのバラです。ベルサイユのバラがとっても有名なんですけれども、実は他の歴史本たくさん書かれてるんです。池田さん、一番おすすめなのはですね、こちら栄光のナポレオン。これはほとんどベルサイユのバラのラストから地続きでつながっているパリのお話なんですけれども、まあ、ベルバラに出てた登場人物も結構登場してくるので、ベルバラから見るのはとてもいい流れだと思います。それからこちらですね、女帝エカテリーナ、それから女王エリザベス、こちらはヨーロッパを代表する、まあ、女王の、漫画なんですけれども、どれもすごくなんて言うんでしょう、ヨーロッパ史を味わうことができるので、もうベルバラをまず足がかりに入った後はぜひこの3作品読んでみてください。まあ、いろんな作品実写化されてますが、いつかやってみたいなっていう本2つあるんで、まず1つ目こちらです。じゃじゃん、レタスバーガープリーズ OKOK という本です。これはですね、ここ私っぽいとこ元祖歴女のヘッポコラブコメディということで、もうザ歴女なんですね。主人公が30代の歴女のちょっとこういうキリッとした女性が、男性と出会っていったり、まあ、家族間の話もあったりしながら、まあ、コメディなんですけれども、ちょっとジーンとくるお話もあったりして、作者の方も昔ぜひなんか映像化の際はと言ってくれてたので、ちょっと期待しています。それからですね、こちら雪花の虎、こちらも歴史ものなんですけれども、上杉謙信は女だったのではないのかという伝説をもとに書かれた歴史ものなんですけれども、こちらも本当にかっこいい女性ですので、まあ、東村さんとお会いした時も前、もし映像化するなら
やってほしいななんて言ってくれてたので、こちらもいつかやってみたい作品です。待ってます。あとそれからですね、ちょっとまだ子どもたちにあまりにも早すぎるのと、紹介する人を選ぶ本なので、違うところの高いところに、しまってあるんですが、こっそりこちらです。新説ザワールドイズマイン。これはですね、衝撃的な内容なので、あまり耐性のある方だけ見てください。これと、京四郎2030はあんまり大きなお声では言えないけど名作です。はい、ということで、駆け足ですが、本棚漫画編、やってみました。ちょっと疑問に思われた方いると思うんですが、私は歴史がとても大好きなんですが、結構歴史ものが見かけないなと思われた方いるかと思うんですが、実は歴史専用の本棚がまだ他にあります。ということで、こちら の子どもの本紹介もあるし、あとは実はですね、キッチンの方にレシピ本とか料理系の本は置いてあったりとか、結構家の中にいろんなまだ本眠っておりますので、引き続きちょっと勝手に紹介していきたいなと思います。もっとこんなの見てみたいなという動きありましたら、またこちらでお届けしたいと思います。ぜひ読んでみてください。